協会委員会としましては、あってはならない決定だというふうに思っております。今回の、マラソン競歩の、札幌での開催についてですけれども、協会委員会としましては、あってはならない決定だというふうに思っております。やはり、暑さとか危険だとかそういう話もありましたけれども、それを承知の上で、4年も5年も前から、現場の選手やコーチ、あるいはサポートスタッフ含めて、準備をしてきているわけですから、それが、この時期に覆るということについては、極めて遺憾だと。3年前から、東京で、やるんだということがもう頭にすり込まれております。急に札幌に行けと言われても、なかなか頭の中が切り替えられません。ただもう決まった以上はあまり愚痴を言っても仕方ないと思います。本当ならもっと早くいろんな意見を言いたいとは思いましたけれども、やはりIOC という力の前では我々どうにもできないと、できれば東京でとは思いましたが、もう我々のなすすべもなく札幌に行くことになりましたけれども、決まった以上はこれから強化一丸となってですね、みんなで札幌でメダルを取れるような、入賞できるような、そういうチーム作りをみんなでワンチームでやっていきたいというふうに思っております。はい、代表テレビ東京です。よろしくお願いします。はい、もうずっと準備してきて、そして急にね、はい、札幌行くんだって言われてもね、納得できる人って、日本の強化の、我々の強化の中ではいないと思いますよ。今までやってきたことは無駄にはしたくないし、無駄にならないと思います。まずもって、4人選ばれてますけど、彼らが本当に札幌でやるんだという気持ちにさせるのが僕らなので、もう今日からは、はい、あまり愚痴を言って後ろ向きな話をしてもですね、選手に何のプラスにもならないので、もうやはり早く気持ちを切り替えて、はい、札幌札幌札幌とずっと言い続けたいと思います。